キチャンネル。ちょこんにちは。さあ優勝するためのキーマン、今日は DeNA 編というね、はい、昨年結構評価高かったけどね、うん、で今年は今永とバウアーが抜けて、そこねで、バウアーが、はい、まあ、短期でね、うん、メキシコの球団とっていうところは、はい、うん、だからもう、まあ、MLB の2年出場停止食らってたから、うん、去年が2年目だったわけよね、うん、だから去年はどう頑張ってもメジャーには帰れないから、うん、多分日本に来たんだと思うんだよね、はい、で今年は MLB の、 その制裁が期限が過ぎたから、うん、いつ何時でも戻れるから、はい、日本に来てるとそうすぐ戻れないだろうから、うん、だからやっぱ戻りたいからメキシコリーグですぐ戻れるように待ってる状況で短期を選んだんちゃうかっていう、はい、なるほど、やっぱり今メジャーに戻りたいぞっていうところ で、 ですね、だから、うん、ひょっとしたらよ、うん、ひょっとしたらメジャーの期限、はい、トレード期限があるわけだよね、うん、そこまでに契約しなきゃいけないじゃんね、はい、日本もそうじゃんね、うん、そこでメジャーに帰れないって分かったら、はい、そっから日本に来るパターンも、はい、まだあるんちゃうかっていう、そっちの方がまあ日本に来た方がお金もいいし、そうそうそう、うん、そっちもあるんちゃうかっていうところで、はい、うん、多分そこまで今帰ってこないんだったら、はい、その時点で帰ってくるのは DeNA ちゃうかっていうのがあるけども、うん、はい、そのためには DeNA が優勝争いしとかなきゃいけないから、うんうん、そうしないとね、もう A クラス厳しいなっていうところで、うん、バウアーに大金払って来てもらうこともないじゃんね、うん、だからそこまでになんとか優勝争いはっていうところでは昨年ね A クラスに残って、うん、しかも阪神をね DeNA は苦しめてるからね、いやかなり追い上げましたよね、そうだから、うん、あの開幕が、はい、DeNA は、うん、その 2回目が阪神なのよ、はい、初戦は広島との3連戦で、はい、2週目の阪神甲子園開幕が、うん、DeNA 戦だから、うん、阪神は何気にこの DeNA の方にいいピッチャー当てようとしてきてるんだよ、村上とかこの火曜日とかなんで、はい、だからこの DeNA に今年は負けないようにっていうね、うんうん、しっかり貯金作るようにっていうところのローテーションも多少あるんちゃうかなっていうね、でその中で DeNA が優勝するために必要なのは、うん、はい、やっぱ先発ローテーションなわけよ、ちょっと頭数大丈夫かなっていう感じじゃないですか、でも DeNA も、はい、2戦目の2週目は6連戦だけども、そっから5月20日の週まで1、2、3、4、5、6、7週間、1ヶ月半は週5試合しかない、おお、あそこ大きいですね、6連戦がなくなるわけよ、はい、まあ、で飛び飛びになるから、そこはローテーションをね、まあどのチームもそうなんだけども、足りないからって言ってもそんな悲観的になるような問題じゃないっていうね、で、うん、考えた時でもピッチャーはやっぱり東がね、はい、タイトル取るかどうかは別として、うん、防御率勝ち星でトップ3にはいなきゃいけないね、やっぱり、はい、そのね、今永バウアーの穴を埋めるためには去年もねタイトル取った東が同じような活躍、うん、タイトル取れなかったとしても、はい、しなきゃいけないっていうところと、ちょっと先発がね、うん、今大激戦で、はい、まあ、あのソフトバンクからね戦力外になってきた森もね、はい、いい形になってるし、うん、小園もいいアピールもしてるし、うん、っていうところで誰をどう先発にするかがね、うん、まあ、まだちょっと今日現在では読めてないんだけども、はい、まあ、あのケイ、うん、ジャクソンもいいピッチングしてるから、うん、このジャクソンとケイで2人で25勝てたら、うん、こうあるんちゃうかっていう、いや新外国人2人で25ってすごいこう未知数ですけどね、うん、でもそれをさ穴埋めれるやん、いや、もう完全埋まりますよ、でもジャクソンもめっちゃいい感じでオープン戦、はい、投げてるから、うん、ね、前回3月9日西武戦も、うん、ね、だから点取られてないからね、はい、でケイも前回ね、うん、あの雨の中のコンディションでっていうところでもね、はい、いいピッチングしてたから、うん、ここでジャクソンとケイで2人で25勝できて、うん、東もいて、はい、3人で40勝あるからね、うん、ありますね、いやうまくいくかな、そんな、まあでも条件ですからね、そうそう、優勝するための条件だから、はい、できるかどうかじゃない、できるかどうか言ってるわけだから確かに優勝するためのノルマだから、はい、うん、で、うん、まあ、大貫が、やっぱ最低やっぱ10勝勝したいよね、うん、だから大貫が2022年11勝、去年5勝っていうね、はい、逆に大貫各週頑張るパターンちゃう、20年10勝、21年6勝、22年11勝、23年5勝あ、本当だ、めっちゃかっこいい本当だ、だから大貫が10勝できれば、はい、ね、うん、あ、隔年でいうと今年10勝する年ですよ、そうそうそう、そしたらよ、はい、
4人で50勝、うん、いけますね、うん、いけるな、はい、うん、これだね、はい、ノルマ、うん、優勝だから、まあ、東が15勝とは言わないけど、はい、東がやっぱりタイトルに絡むぐらいの活躍を去年同様にして、うん、でジャクソンとケイ2人で25勝で大抜き10勝、うん、はい、これで優勝いけるな、うん、そうですね、うんうん、でもそのためにも守護神誰やねん問題がね、ああそうですね、後ろがやっぱ安定しないとっていうところありますよね、うん、そうそう、だから山崎、だから俺はもう山崎朝日が後ろでドンってやっぱ安定してる時って DeNA いい感じ に見えるから、うん、はい、山崎朝日が後ろで9回きっちり締めたらいいんじゃないのかなって思うんだけどね、はい、でも山崎朝日も今年オープン戦投げててまだ自責点ゼロだからね、おでしかもあの佐々木千早投手とかもいい感じで言ってますね、あとウェンデルケンもいるしね、うん、はい、でそれこそ森原もいるし、うん、ね、だからそこら辺がどうなのかなっていうね、伊勢投手、うん、あとあの中川もね、早手、うん、オリックスから来てね、はい、今いい感じで頑張ってるから、うん、このまあ5番目、ね、6番目ぐらいに誰が入ってくるのかっていういい競争ができればまたいいしね、うん、まあ、そう思うとリリーフはそうだね、あとまあ上茶谷もね、はい、いい形でここまで来てるし、うん、じゃあ、 まあノルマで優勝のノルマで言うと抑えですか、抑えやな、うん、だから抑えが誰、うん、俺はもう山崎朝日いいちゃうかって俺は思うけども、はい、抑えが35セーブおーできて、はい、できたらあの先発の投手陣の勝ち星がくっつくと思うね、うん、だからそれはやっぱ後ろ崩れちゃうと、はい、勝ってても勝ち星つかないパターンあるから、うん、だからそこ抑えが35セーブとあとリリーフ誰でもいいから、はい、ホールドホールド誰でもいいから、はい、これできたらいけんちゃうかって、うん、そしたら後ろも安定するから、はい、だからセーブ王とは言わないけど、うん、セーブ35リリーフがホールド王もしくは準ずる2位まで、はい、まあ、そのぐらいいければリリーフがだから30ホールドぐらい、はい、いければ、うん、安定するから安定ですね、うん、投手陣はこれで優勝いけると思う、うん、はい、ノルマですね、うん、でそのための野手陣で言えば、はい、渡来新人王、おー、でも今いい感じですからね、あと渡来と石上ね、うん、はい、もういい感じなんだ、うん、だから渡来と石上だから DeNA から新人王だ、おそこ優勝の条件にしますね、あ、うん、そしたら埋まるから埋まりますね、ショートもいなかったわけでしょ、はい、で外野もオースティンがファーストに来るっていうことで、はい、やっぱ一つ空いてるから、うん、そこを埋めれればルーキーで、はい、熱くない、うん、で牧と宮崎が大きな怪我なく1年、はい、そしたらよ、ね、うん、牧とかはもうタイトル絡んでくるやん絶対、うん、もう打てないとかなさそうですもんね、うん、そんなもう、うん、それはもう牧が1年間やって、はい、おい打率2割のホームラン8本だぞってそれはもう終わる、いやないな、それはもう終わるけどね、はい、うん、まあ、それはもう元気に1年いければ、うん、まあ、それ相応の結果が出ると思うよね、はい、でオースティンがホームラン30本、うん、おお元気に1年いけます、オースティンが元気に1年いけたら30本打てるかどうかちょっとまだ謎や、はい、謎だからホームラン30本、はい、30本元気に1年じゃないかもだけど、まあ、マキとかだと、はい、で元気で1年したらそれはもう30本ぐらい打つんちゃうか、うん、なるけど、はい、オースティンが元気に1年いければ打つでしょうは謎、いたことがあんまり最近ね、はい、でも今年オースティンが契約最終年だから、はい、うん、お契約最終年だけよく頑張る外国人あるあるだから、はい、おだからここでホームラン30発打てれば、はい、そしたらだってオースティン、牧、宮崎だからね、うん、で佐野選手もね、両脇固めて、ね、で渡来とか元気にいって、はい、で、うん、東、ジャクソン、ケイで50勝できたら、はい、うん、いや、この優勝いくでしょ、今のノルマいけたらいけますね、だからこの中で一番ハードル高いのが、はい、オースティンの30発と未知数わかんない、あとは新人王もね、はい、オープン戦は調子いいけども、うん、それがどこまで続くかってちょっと未知数だから、うん、はい、でケイとジャクソンが25勝できるのかっていうね、はい、結構よ未知数多いですよ、あ、だって3位だから去年、そうですね、うん、でしかも今永とバウアー抜けてるから、いや大きいよそこの穴は、でもこれをクリアできれば、はい、優勝あります、いけると思う、うん、いける優勝、はい、正直、うん、で大抜きの10勝ね、はい、大抜きの10勝、うん、4人が2桁はず、はい、そしたら優勝するよな、これ優勝ありますね、うん、これはある、はい、うん、だこれをね DeNA のファンの皆さんが、はい、いやそんなにしなくても優勝できるよなのか、うん、それをあそれいけるかもなのか、はい、それ無理だよなのか、うん、分かんないけど、うん、そこら辺はコメントなんでね、はい、まあ、優勝するためのね、そうそうそう、ね、優勝するためのだからね、はい、うん、でもこれがでもそんな期待値考えると、うん、
できなさそうなことは言ってないと思う、ね、うん、一歩間違ったいくんちゃうかみたいな、ね、はい、でオースティンはもともと打つ力あるからね、うん、でそれがまあどうなのかっていうところだけどね、はい、まあ、ジャクソンと K は未知数だけども、はい、ジャクソンは本当にいい感じで投げてるしね、うん、まあ、K はどこまでかなっていうのはあるけども、はい、まあ、そこら辺がね、うん、キーポイントなんじゃないのかなっていうね、これができたら優勝できるぞと、いや俺はできると思う、はい、ね、うん、でも皆さんどう思いますか。